ハリール・ジブラーンは、レバノン出身の詩人、画家、彫刻家。英語読みから、カリール・ジブランとも呼ばれる。キリスト教マロン・ハシント。オスマン帝国時代末期に、現在のレバノン北部のブシャッテに生まれる。少年期の1895年に、アメリカ合衆国のボストンに移住し、英語を学んだ。アラビア語と英語を用いた移民の文学は、 マフジャルと呼ばれており、ジブラーンもマフジャルの作家として1920年に、ミハイル・ナイマや、アミーンが、ライハーニーラと作家同盟を結成した。フランスとアメリカを移り住み、ニューヨーク市で没した。故郷のブシャッテ郊外には、彼を記念する、博物館がある。予言者、初版、20世紀のウィリアム・ブレイクとも称され、宗教、哲学に根ざした。 壮大な宇宙的ビジョンを歌う視野絵画を残し、その作風は、構成様々な詩人や政治家に影響を与えた。ジブラーンは、現代の狂気をモチーフとして、周囲によって作られる狂気を描いた。ライラとマジュヌーンを題材とした、キチガイ男などの作品にもそれが現れている。世界的に著名な詩集は、1923年英語で発表された。 三文史的小説の予言者。1920年代と1950年代にアメリカでよく読まれ、後にヒッピーのバイブルとも呼ばれた。アラビア語世界では1950年代に読まれてアラビア語文学者から批判も受けたが、現在ではその意義が肯定的に評価されている。皇太子妃だった当時の上皇后美智子がレバノン大統領から贈られたジブラーンの詩集。 予言者を愛読し、相談役の神谷美恵子にも紹介。神谷が後に予言者の抜粋集を執筆するきっかけにもなった。ロダンに指示して絵画作品も手掛け、ボストンやパリで古典を開いた。予言者の差し絵も自ら描いている。エッセイ集の脅威と忌憚では、アラビア語の著作家14人の肖像画として、予言者の続編とも言える1933年の 英語詩集、ザ・ガーデン・オブ・ザ・プロフェットの一節は、英国のジャーナリスト、ロバート・フィスクが現代レバノン政治について描いた、ノンフィクション・ピティ・ザ・ネーションの題名ともなっている。予言者は、カウンター・カルチャーにも影響を与え、ジョン・レノンが、ビートルズの曲、ジュリアの歌詞に引用している。ジブラーンの詩は、レバノンの歌手、フェイルーズをはじめとして、アラビア語圏でも多く歌われている。特に詩集、 行列の中の木笛を遅れがよく知られている。ありがとうございます。